どうして？ブックオフは今本当にお姉ちゃんなんだ。それ芝居でしょ。私にはわかるの。え、本を売るならブックオフ。本を大量に片付けるならまとめてブックオフに売ってください。その芝居じゃ同情買えないわ。その本読んだらブックオフに売ってください。そのままお店で売れるので。あなた、子役は泣いとけばいいと思ってない？ありがとう。はい、よーい、スタート。それ芝居でしょ。私にはわかるの。ありがとう。さっき多分つながりと涙出てて、はい、見ててごらん。はい、立つときはなんか普通に立つよりもちょっとこうスピーディーに。スピーディー。ブックオフに本を売ってください。大変勉強になります。大変勉強になります。その感じもう一回。大変勉強になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。綺麗。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、とある番組で声を担当されていて、なんか優しい声で素敵だなって思って、なんかすごいドキドキというかワクワクしておりました。声だけ声見て今日お会いできるのすごい楽しみです。そうですね。木村さん、そんな感じいかがですか？心くんのそのドキュメンタリーの声をやらせて、ナレーションをやらせていただいたんですね。でそれ拝見しても、とにかく賢い、本当に何だろう、やっぱり頭が良くないと子役ってできないんだろうなって思うんですけど、いろんなことをちゃんと深く考えてるんだなってその時思って、で今日やっぱりなんか本当に子供としては見れなくてなんか役者として同じこう土俵に立ってるみたいな、そういう感覚で今日はやらせていただきました。ありがとうございます。でもね、こうすぐ泣けて恐るべし。びっくりされました。まあ、子役の方たち皆さんね、本当にすぐ泣けるんですよ。ね、その技が欲しいですね。いや、特に大変勉強になったみたいな。大変勉強になりました。僕こそ。いや、もう全てに大変勉強になったんですけども、セリフでも
大変勉強になりまして、すごい苦が笑顔で言うんですけど、なんか本当にすごくお芝居通り勉強にならせていただきました。小屋さんみたいなこう演技今後できそうですか？いやもう習得に時間がかかるので頑張ります。もう積み重なれて積み重なれて努力して本当に素晴らしかったな。本当に僕も頑張ります。毎日いやあんまりね、私の方向に向かうと心くんどこへ向かうんだって言われちゃうから、これはこれって忘れた方がいい。そんなことないですよ。とにかくあの可愛らしい心くんがこうなんか一生懸命やって、しかもこうねこうみんなを引きつける魅力でやって、あのブックオフさんにちゃんと貢献しているこの大人のようなあの子役さんって言ってもね、12歳って言ってもその大人のような感じがすごいなと思って、あの単純にすごいなと思って見てました。今日またさらにすごいなと思って見てました。ちょっと快感なとこもありますよね。こうあの別に普段思ってるわけじゃないですけどね、あのちょっとこう一生懸命やってる子に対して冷ややかにするって日常ではできないことなので、あのちょっと快感で面白かった。どうでしたか、言われた時のなんかこう感じるものとかありますか？いや、なんだろう、本当に頑張らないとなって思いました。あ、そうですよねと、頑張らないとってなんか言われると、そうです、ね、頑張ります。本当に今日の CM でもすごい勉強するポイントがたくさんあって、また出来上がりを見ていろいろとちょっとまた勉強したりとか感じさせていただくところがあるのかなと思っています。僕は世界の歴史の本が欲しいですね。なんか今は日本の歴史の本を持っていたんですけど、世界の歴史もちょっと知りたいなと思って、せっかくだしブックオフさんで買わせていただきたいと、欲しいなと思って。本は私も好きなので、そうですね、なんかあの日本の美術のことが最近すごく気になっているので、その美術の本も読みたいなと思っていますね。本に関しては。であとはやっぱり自粛中にあのやっぱり自然に癒されるな、自然と動物に癒されるなと思って、動物ちょっとうちあの飼えないんですけれど、でもあのなんか緑を、これから冬になるしちょっと緑が少なくなるので、こう緑を家に増やしたいなと思ってます。ブックオフさんがあの買い取りを、ね、あの強化しているってことを私も知らなくて、もうぜひあの皆さん本を持ってきてください、私も一緒に持ってきますっていう気持ちで今回やらせていただきました。あのブックオフのいいところってやっぱり本をあの安く楽しく、そして売ることも楽しいし買うことも楽しいし読むことも楽しいし、なんかそれがこうコマーシャルであの伝わったらいいなと思ってます。